ロサンゼルス到着。あ、皆さんすいませんね、ありがとうございます。すごいなんかめっちゃ歓迎されてるみたいにはなってるが、手振ればよかったね。入国検査も特に何も異常もなくなんとか突破できたんで、英語が喋れねえおばさん2名がすっごい不安だったんだけど、一緒に入国検査を受けることができたんで問題なし。ただね、もう時差ボケはえぐいね。今日本は何時だ、多分2時過ぎぐらい夜中の、なのにこっちは今11時前だからね。さあ、1年ぶりのベニスビーチでーす。ちょっと前来た時と違って普通に超寒いで、めっちゃずっと来てからすっげーなんか曇ってるっていうか、遠くが見えないなと思ってんだけど、これあの霧だね。空気が汚ねえのかなと思ったけど、霧が匂ってきましたね。皆さん、大麻のいい香りが。こちら大麻ショップです。前回はビーチから自転車で登っちゃったから、あの超有名なこのザっていう門を見れなかったから、実は初めましてだな。ほら、リスめっちゃいるじゃん。1、2、3いるよ。さすがアメリカ、かわいい。リスちゃん顔出しててめちゃくちゃかわいいじゃん。かわいいね、結構大きいね。でもあ、そう、ここ顔出して出てきた出てきた出てきた、かわいいかわいい。もうよく見るとうじゃうじゃいるな。え、今ちょうどそこにいる子、え、あの子今ポーズがすごい俺かわいいんだけど。地元民からしたら不思議な景色だろうな。